演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらシカゴピザというピザ屋さんのお出前ピザ2種類を食べたいと思います。2種類といってもいろんな味が入ってるんですけどね。シカゴピザというとこういう、なんかこういうピザなんですよね。なんかローカルでもないんですけど、ある程度の店舗は広がってるんですけど、なんか一部の地域、全国に出てるわけでも一部の地域なんですよね。でそれがなぜたまたま自分の住んでいる地域の地域なんです。ピザっていうと、以前ピザハットのピザは、いや違うわ、ピザハットじゃないわ、ドミノピザのピザを何度か紹介してるんですけど、あとピザハットとかピザーラ、多分これらが有名だと思うんですけど、これら、まあ自分の住んでる県には店舗はあるんですよ。ただ自分の住んでるエリアがその宅配のエリア外で頼めないっていうね。でだからドミノピザがそこに出店してるのはある意味、はい、ある意味イニシアチブを取っているとも言えるんですよね。でそこにさらにちょっとマイナーなピザも入っているっていう。なのでなんかそれらをするとちょっとマイナーなピザに、これなんでしょうね、うん、あら唐辛子みたいですね。これちょっとかけてみます。こっちかけてみますね。まあ2種類同じの食べて頼んでるわけじゃないのでちょっとかけてみます。どっちだけでは、さっきかけたことです。早く食べちゃいましょう。ピザ生地はどちらもシンプルなやつです。これどういう感じなのかな。では、いただきます。チーズ、トマト、ツナ、ソーセージ。これら4つが特に美味しいですね。って先に言ってどうするよ。まず1枚目はいろんな味のトッピングが上に乗っている、まあ、これそれはこちらも一緒なんですけど、その中でも特にソーセージ、チーズの香ばしさ、ツナ、トマト、これらが特に存在感を放っていましたね。チーズの焼いた香ばしさが口の中にぶわっと広がってきて、ツナもスプーンもそれに負けじと追い上げてくる、そんな感じで、透明トマトは爽やかな感じでソーセージと混ざってんじゃないか。で自分の中はちょっと脂っこくなった部分を爽やかにしてくれて、ソーセージは旨味たっぷりで、ツナとはまた違った油の良さが感じられて美味しかったです。ではもう一枚の方行ってみます。ちゃんと名前覚えとけよって話なんですよね。あ、そうそう、なんか今回サービスで注文はしていないんですけど、こういうドリンク2つくれましたね。ただこちらは炭酸飲料で、自分は もともと炭酸飲料に言われて、ちょっと炭酸飲料って中に溜まってしまうので、ちょっとピザ食べながら、ね、やるとなんか残してしまいそうな気がしますので、これは私的な部分で後で飲みたいと思います。ではそのミニッツメイドを飲んで、ちょっと口の中がリフレッシュしますね。爽やかなブドウの酸味が美味しかったです。ピザでちょっと脂っぽくなった口の中をリフレッシュさせた時にぴったりですね。ではもう一枚の方いただきます。こちらも上の具材が独特ですね。こういうのが本当にいいんです。もっといろんなやつ食べてみたいな。はい、でピザと一緒に頼んだアイスクリームと片ラン。アイスクリームはなんか特急列車ならで売られてるアイスクリームが書いてありますね。スジャータ、確かに新幹線の中とかで売ってるイメージはありますね。最近はそういうのも新幹線の中でしかやらなくなってきてますけど、おっと、ではこの神戸カタラーナというものも気になりますね。どんな感じなんだろう。ではおお、これをこの上に振りかけて食べるみたいですね。それではちょっと時間かかりそう。はい、カラメルクラッシュの準備完了しました。でもこれ刺さるのかな、スプーンでは。あ、刺さったわ。そこまでガチガチというわけでもないんですね。ではいただきます。カタラーナってこういうやつなんですね。なんか今まで食べたことあるようでない味です。こういうの待ってましたよ。はい、ラストはアイスクリーム。これはどんな感じなのかな。ではもう新幹線の中みたいにガチガチではありませんね。いただきます。バニラアイスクリームはやっぱりシンプルですね。まあそれがいいんですけど、もう一つでも何かあった方が良かったかなとも思ってしまうのは自分の残念なところです。
神戸カタラーナは濃厚なプリン風味の冷凍チーズケーキの上に苦味があって香ばしいカラメルが入ってる、そんな感じでしたね。なんでプリンともちょっと違うようなそんな感じでした。でもとっても美味しかったです。他のお店のカタラーナも食べてみたいですね。そしてこちらのバニラアイスクリームはもうシンプルにあっさりとした、それでも濃厚なバニラの香りが口の中に香ってくる美味しいバニラアイスでした。ピザを食べてちょっと脂っこくなった口の中をリフレッシュするのにぴったりですね。だからさっきのミニッツメイドの時もこれいった気がするな。やっぱりピザって結構やっぱりピザは脂系の食べ物でどうしてもさっぱりしたい、そんな気持ちになってきますね。で今回のピザですが、最初に食べた2枚のピザはどちらも具材が美味しくて本当に良かったですね。あ、2枚目のピザの感想を言うの忘れてましたね。2枚目のピザはちょっとマヨネーズが効いていたりとか、1つ目のピザになったジャガイモやミートボールといった具材もあって、それらの食感を感じることができて美味しかったです。ただマヨネーズが結構他のピザで食べると強烈に来る印象がありましたね。僕のピザではここまでマヨネーズが強烈なのはなかったので、そのマヨネーズで好みが分かれそうな気がしました。なのでその点も踏まえると2枚ともこちらの点数とさせていただきます。そしてカタラーナ、これは本当に他のカタラーナの商品にも興味をそそられるとっても美味しい商品でした。なので久しぶりにこちらの点数をでしたいと思います。そして最後のバニラアイスクリーム、これはシンプルに美味しいバニラアイスクリームなんですが、ちょっとバニラしかないっていうのは残念でしたね。種類、フレーバーの種類、あとここでしか食べられないというわけでもないので、なんですか、でも引っ張らしなくていいな、あとでしっかり洗わないと。なのでこちらの点数とさせていただきます。バニラアイスとしてはシンプルに美味しかったですよ。コマ回す妻を見てるか猫ばかり、猫の注目の的になっているようですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。塩分減塩。